おっす、ハローニャンパス、どうも炭酸のお兄ちゃんです。はい、家業の ラストコでございます。はい、全部で22作品あります。はい、では行きたいなと思いますので、前回の動画とか見ていない方はぜひ見てみてくださいね。好きな作品があると思いますよ、絶対。では1作品目、恋と選挙とチョコレートでございますね。結構面白いいいタイトルだよね。最初見た時はバカテスかなと思った。バカとテストと召喚獣みたいなね感じで、でもこちら、ライトノベルじゃなくてゲーム原作の作品となっております。続いてが広角のパンドラでございますね。まあこちらはね、結構前の作品になるかな。そのまあちょっとアンドロイドになっちゃった、アンドロイドっつうかその事故でちょっとアンドロイドの体になっちゃった主人公とそのフルアンドロイドの子が、タッグを組み、まあ、物語が進んでいく作品です。続きましてが、鋼鉄城のカバネリですね。もうね、ヒロインのナナシちゃんのその1話の最後のそのゾンビみたいなやつらを足で回し蹴りしたとこでもう惚れちゃいましたね。もうあの美脚がもう最高でした。続きましてが、幸福グラフィティですね。はい、もう見てるだけでお腹が空きます。続きましてが、荒野のことぶき飛行隊ですね。はい、まあ飛行機とか好きな人は、おすすめかな。音がねすごくこだわって。続きましてがコードギアス反逆のルルーシュ。撃っていいのは撃たれる覚悟があるやつだけだ。ごめんね、全然似てなくてね。でもコードギアスはもうね、俺の人生の中のねベスト100のねアニメに入る作品でございます。もうね、ほんと大、めちゃくちゃおすすめ。極黒のブリュンヒルですね。まあ、これはもうエロくてグロくて面白いです。続きましてが心コネクトですね。まあちょっと癖のあるその学園系の5人組ぐらいかなの、少年少女がその、まあ、ちょっと不思議なことに巻き込まれるっていう物語ですね。まさかの主人公、お前最後、まあ、そいつとくっつくんかいってなったね。続きましてが、ご注文はウサギですか。もうちのちゃん好き、サンキー、うん、楽しみに待ってます、サンキー。続きましてがこちら、葛飾区亀有公園前派出所ですね。ごめんね、滑舌悪くて、まあ、もうこち亀ですね。何話から見ても面白い。はい、続きましてが五等分の花嫁ですね。これも2期楽しみに待ってます。ちなみにみくちゃん派です。もう俺のチャンネル見てりゃ分かるよね。続きましてが、琴浦さんですね。琴浦さんね、1話2話のね胸クソ悪さはねもう半端じゃないよ、本当に胸クソ悪くなりますよ。ただその後は結構なんだろう、その最初の1、2話の胸クソ悪さどうしたみたいなね、ちょっとその後はシリアスじゃないんだけど、1、2話ももう本当にえってなったもん、最初見た時ね。これもね面白いから。続きましてがこの音止まれですね。ちょっとねイントネーション違いで、この音止まれですね、はい、この音止まれじゃない、この音止まれ。続きましてが、この素晴らしい世界に祝福をです。あっそ激ね、もう1期2期映画めちゃめちゃ面白いです。あのアプリもやってますんでね、ガチャのそういう動画もアップしてますので、よかったら見てください。続きましてがこの中に一人妹がいるですね。もう俺得兄。続きましてがこの美術部には問題がある。この作品のねあるキャラクターがもうめちゃめちゃ可愛くてさ、オタクなのにすごいもう美人、人当たりが良くても巨乳でも全てを持つ。続きましてが、小林さんちのメイドドラゴンですね。これは京都アニメーションだから、これさ2期決定してるんだよ、これどうすんだよみたいなね、ちょっとそこが心配ですね。まあ何の発表もないから。続きましてがゴブリンスレイヤーですね。ゴブリンスレイヤー、これもね劇場版もやったっけ、劇場版っていうかこう映画館でやるやつはもうやったっけな。ちょっとね映画館のやつはまあちょっと見に行かないんで、まあ、ちょっとコロナウイルスでどうなったのかなっていうのはありますね。これもね2期普通にやってほしいんだけどね。小森さんは断れないですね。これショートアニメですね、はい、続きましてがこれはゾンビですかですね。この頃は良かったな、そのなんだろう、アニメの質もいいし、そのなんだろう、量がちょうど良かった、見る量がちょうど良かった。続きましてがコロッケですね。はい、コロコロコミックのコロッケです。ハンバーグーとかね、バオイトマシンガンとか、ね、
めちゃめちゃ好きですけど、そういうバトル系は。でラストが金色のガッシュベルですね。第4の呪文バオザゲルガ。はい、以上が家業のラスト、かきくけこの子でした。22作品でしたね。いかがだったでしょうかね。すごいね、立ちながらこう説明すると結構体力いるんだね。まあ今度は作業に移りたいなと思います。作業のアニメですね。ではね、次回の動画も絶対見てね。バイバーイ。